では時刻は午後5時を回りました。スワンブリーズ金曜日、お相手は前城美鈴と山内です。もう今日バタバタですね。バタバタさ。どうしたんですか。いつものことだけれども、美鈴ちゃん、はい、どうしたんですか。どうしたんですか。おいこっちが聞きたいわ。どうしたんですか。じゃあミシュジューがギリギリに来るからじゃないか。ね、ミシュジューがギリギリに来る。違うでしょうよ。違うか。さあそんなこんなんで、はい、8月18日、うん、金曜日のサザンブリーズでございますけれども、はい、本番だわ今日、明日、明後日。あは、それでギリギリに来たんですか。そうとも言う。そういうことにしておこう。もうギリギリまで稽古。そういうことにしておこう。でもこの後稽古。またこの後も稽古。この後ゲネがあるんですよ。ゲネ？ゲネプロ。あ、もう意味がわからん。リハーサルみたいな。もうなんかもう本番同様に、うん、全部衣装も全部着てやりますよ的な。なんでそれはリハーサルって言えばいいじゃないか。リハーサルってとは違う。リハーサルよりも本番に近いみたいな。場当たりね。場当たりどころじゃないよ。場当たりとかじゃないから。バータリーとかいろいろランスルあってのゲネだから。バータリーね、うん、顔合わせね。なんで退化してってんのねえ。すいません、ゲネプロですね。ゲネプロこの後。そうなんですよ、はい、その場で。その場で、この場で、違う、市民小劇場じゃなくて、若町の小劇場で、はい、はい、いいですね、うん、頑張る。順調ですか。まあ満員御礼です。お、もう全部の公演チケット完売しまして。そうだよね、あんまりこう事前にさ、うん、チケットこちらとか言わないもんね。あのね、うん、ほぼあとね若干ぐらい、本当に4枚ぐらいしか残ってなくて。4枚。ね、うん、20日日曜日のお昼15時の回がもう4枚残ってるかな。なるほど、大変ですね。あと他はまあ立ち見だったら見れますよみたいな、うん、もうほぼほぼ席はもう完売しておりまして。だから前も言ったじゃないですか。何？舞台をちょっとちっちゃく使えば、うん、ほらあと4人ぐらいは入る。コメント来てます。ミヤタンペオンザビーチさん、はい、本番間近に本番同様に舞台上で行う最終リハーサル、通し稽古のことを意味する。そうです、もうまさにです。なるほど、さすがですね。ありがとうございますね。もうさすがオンザビーチですね。どういうこと。さすがオンザビーチということ。ゲネプロってでもよく聞くけどね、意味は分からなくて、うん、いいですよね普通は。あ、そうなんだ。うん、まあ聞きはしますよ。うん、じゃなんとなくでなんか感じ取ってほしい。いや、これはねちょっと感じ取れないな。あ、本当？ゲネプロっつったらなんかこうよく聞くじゃないですか。うん、何かのプロ封じさ、よくわからないですけども、この話はいいんじゃない。広げなくてもいいんじゃない。いやいや、呼んだからさ。広げないように広げていくんですよ。うちのラジオは。ほんと。はい。あ、1週間どうでした。1週間何だ、うん、もうほんと稽古でもうずっと稽古してたよ。そうなんですか。うん、ほんと朝から晩まで。朝から晩までではないですけど、うん、夜もう遅くまで結構やってましたね。なるほど、うん、見て、うん、ミヤタンペオンザビーチさん、うん、もうここまでミシジュアンといけんよ、うん、ゲネラルプロペの略。へえ、それは初めて知ったな。何語かね、なんか多分、ね、イタリアとかその辺じゃないの。ポイタイのね、あれってあの辺でしょ、ヨーロッパでしょ。そうなんだ、うん、ふーん、いいです ねさあシュプレームさんも来てますね。ミシジュ、はいよ、山内さん。俺が山内さんって言ったみたいだね。こんにちは。ただいま嫁さんとデート中なので、いいね、今日はリスラジで聞かせてもらいますね。はい、西中舞台千葉に。あ、頑張るよ。はあ、いいね、なんか。いいですね、嫁さんとデート。こういうのいいよね、うん。こういうのいいよね。嫁さんとデートしながらラジオ聞けるもんなんですかね。聞けるもんなんですかね。聞けるんじゃない。どうですか、デート相手がずっとイヤホンしてから。イヤホンじゃないんじゃない。多分。あ、一緒に。ほら、一緒にか、なんかほら、じゃあもし車で出かけてるんだったら、ね、ジャックでつないでとかじゃないですか。あ、はい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 、それはいいね、車とかね、うん、宮田んぺさん、うん、ドイツって。へえー、そうなんだ、うん、銀太郎さんも来てる。ベルちゃんお芝居頑張ってって。ベルちゃんってさ、銀太郎さんしか呼ばないの。どうですか、かわいいよね、ベルちゃんって。ベルちゃんなんかミスじゃないみたい。気に入ってる。まあ銀太郎さんしか呼ばれないんだけどね。なんかちょっと恥ずかしいけどね。
気に入ってるって何ニヤニヤしてる、何 おじさんがニヤニヤしてるどうしたどうした、おかしいなと思ってはい、ね、さあ、はい、それでは、はいよ、今日のですね、うん、ちょっとテーマいきましょう、トークテーマ、今日のテーマなんだっけ、いきますよ、はい、どうぞ、ちょ、なんだっけ〇〇のここがいい、ここがダメ、〇〇は、〇〇は覚えてたよ、〇〇はもう何でもいいです、そうそうそう、何でもいいんだよね、はい、〇〇がなんとかだったなみたいな、その〇〇を、自分で用意してってことだよね、そうですそうです、ミシジュも俺も考えてますので、うん、ちょっとずつ、例えばね、うん、猫のここがいい、あここがダメ、ミスズ出そうと思ったのに、あ、猫、猫とか犬とか動物、じゃあそれは任せますね、オッケー、 SNS のここがいい、すごい、ここがダメ、言いますよ、あ、この場で、その場で撮った写真や動画、うん、すぐアップできる、あらゆる人とつながりを持てる、この辺がすごい点、うんうん、いろんなコミュニケーションツールとして素晴らしい、優れてますね、うんうん、ところがここがダメ、つながりすぎて心が暗くなる、ほんとそれあれよね、ほんとそれ疲れますよ、ね、疲れるたまにね、ほんとそれ、なんていうのかな、嘘つけみたいな、もうそれもあるしもうさ一回でいいからさ、一回でいいからもうさ、うん、Twitter とか Facebook とか、うん、できないとは思う、ミスでもできないと思うけど、うん、とか Twitter とか Facebook とか Instagram とかを、うん、なんだろう、ない状態に戻りたい、戻りたいね、戻りたい、それは叶わないんだ、叶わないと思う、でもミスももう無理だもん、ミスどももうほん異常、異常って依存みたいな感じになってる、もう Facebook 開いて Twitter 開いてインスタ開くみたいなのが自然の流れぐらいになってる、開きます一日、でもほんとまちまちですけど、もう結構開きますよ、でもほらこの日によって違うさ、撮影とかはだったら街があるから、うん、結構開くでしょう、あでもほんとに結構いつも何してちょっと開いたら携帯じゃないですか、あそうそうそう、そかだから本当に20分30分起きとかになるんじゃないですか、あ結構だね、結構これは依存してますな、うん、一回もう叩き割りましょうちょ、ね、それちょそれできたら楽かなって思ったことはある、うちに捨てましょうポイ捨てるのは嫌だけどちょ、ね、携帯なかったら楽かなって思うことはまあ考えなくもないかも、うーん、そうだよね、なかなかね、うん、縛られたりしますからね、うん、まあこのように丸々のそうそうそういいとこ悪いとこ、これ別にだからこのテーマを取り上げて悪く言おうではないんですよ、うん、いいとこも悪いとこも、うん、両面持ち合わせてるのが万物の、うん、何かなので言えないなら言うなや皆さんぜひぜひ何かあれば、そうあるいはこのテーマだけコメントしてもいいですよ、そのこれのいいとこ悪いとこ、なるほどね、そうそうそう、なるほどね、ぜひぜひ、いいんじゃない、例えば宮田ペオンザビーチさん、うん、ドイツのいいとこ悪いとこ、これは一応まあ全然違う時のコメントだと思う、いやいやいや違いますよ、あれドイツドイツドイツ、えソーセージが美味しそう分からん分からん分からん、そドイツにドイツに対してさ、そんなさ知識がなさすぎてさ、なんでまずドイツでソーセージなの、違うの、一番最初が違うの、一番最初はやっぱサッカーでしょ、それはそれは違うんじゃないそれは違うよ、それは偏見だよ、そっか、そうだよ、ドイツといえば、はい、真面目な国民性ですね、知らなかった、あの日本人と似てるんですよ、へー、はい、ビールとかねやっぱり、ね、うん、ビールはね、まあソーセージもそうですけどね、実はね、うん、ただ嫌なところが何わからない、わからないですよ、わからないですよ、そこまで知らないこともないから、そうそう、なんとなく硬そうっていう感じかな、ドイツ、ドイツ名前がさ、ドイツのサッカー選手でね、うん、シュバインスタイガーとかさ、硬そうだろ、分からん分からんなんか一応なんかなんとか戦隊のなんかロボットの名前みたいだなみたいなと思う、あんな感じだって、ドイツ語もそうなんだ、なんかうんみたいな感じさ、なんかドンキで
ドーンってあなんか叩いたみたいな発音とかしたもんね。そう今すごい絞り出したと思うよくわからないですよ。いいところなんでしょうね。まあそれがね、出てこないってことはね。そうですそうです。まあそんな感じで、まあ、ぜひぜひ皆さん絡んでください。はい、メールアドレス。797@fmginowan.com 797@fmginowan.com となっております。メールもどんどんちょうだい。はい、それではこの後8時じゃない18時。もうゲネ、ゲネ始まるわ。こっちでやるか。やらないやらない。6時までの生放送、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。1曲目は米津玄師でマッドヘッドラブ。暗いの。コメント来てる、うん、来てないか。ドイツはドイツ語って意味で来てたんですよ。そうですよ。だから、うん、このゲネプロの、そうだから違うはず、この話題とは違うはずだけどねって言ってた。なんだろう、あんまり変わんないな。話すわ。さ、一緒に好きなんだ。お店の目ばっかしない変わった。うん、あ、若干あるでしょ。これでも変わらないんだったら逆でもいいな。もう変わった変わった変わったでしょ。みんさん電話いいです。何ジェスタスは、ジェスタス何か聞いてるの。そうそうそう、ジェスタスの人が来る予定だ。はい、トロピって言っちゃったかも。あ、嘘。でも一回連絡やり取りしてっていう話だったんだけど、電話来なかったからもう来ないのかなと思ってた。最近この人よく聞くね。誰？米津。曲かき CM 行くのやめよう。ツイキャスで黙ってみた。1分くらい。黙ってみた。黙ってみた。今な。うん。黙ろっかなって思ってみた。黙らないで。特に退屈だろうなって思ってた。そうだよ。よし。あ、いや、悪いことしたんで、今度お菓子も謝りに行こう。ジェスタスに？うん。勘違いしてたのどっちが、俺が相手が、俺が100%。今日だと俺 LINE 送る前まであっちと思ってた。なんでこっちなんですか。今日夜のバイトが休みだってさ、俺が全部入らんときゃんけよ。それでそのバイトが休みっていうのもさっきこのバイトからあれやって今日からですって思いました。だから俺が100%ごめんなさいだね。ごめんなさいって、もう何でもしますって言って。サザンブリーズ金曜日毎週ミスズと山内がお届けしております。はいはい、よっと今日はまるまるのいいとこ嫌なとこ、はい、だっけ。そうですそうですよです。嫌なとこじゃない、すごいとこ、すごいとこ、
嫌なとこ。嫌なとこじゃないですか。はい。ですよ。そうです。いろいろ書いて送ってきてください。はい。うん。何について喋る？じゃあ最初。最初はですね、うん、どうする？天気から行く。天気から行きましょうか。大体流れはね。ミシューさん。はい。ラジオには流れというのがある。嘘。じゃあ今喋るのかなっていう流れだったんじゃない？そうっすか。嘘。まあ喋るんだったら喋るでもいいかな。まあいいや。じゃあ天気。天気思い出しちゃったから、ね。今夜これからの天気です。はいはい。北東の風晴れ。ところにより夜の初め頃まで雷。はい。波の高さ1メートル。はい。雷ってよ。降水確率は 20% ぐらい。うん。うん。降るかもの確率が 20% って。雷ってよ。雷かもってよ。嫌だね。嫌だねー。たださ、最近ちょっと涼しくなってるの分かります？暑い。そこまではね、この一時期の暑さがちょっと和らいできてるんです。暑い。この明日これから、明日の天気です。北東の風晴れ、波の高さ1メートル。降水確率は、はい、全日差して10%ぐらい。朝の最低気温は28度、日中の最高気温は34度となっております。全然暑いよ。たださ、ほら、北東の風なので、若干、この、揺らいで、薄らいでるんですよ。朝夕もね。そんな風の向きとか、関係あるんですか？そうそうそう、南風はやっぱり暑いんですよ。冬はね、大体、この、北か北東の風なんですよ。へー。はい。して？え？終了。週刊。ん？週刊？そんなことあった？あ、日曜日まで言わんかったっけ？嘘でしょ。今日明日だよ、サザンブリーズは。じゃあ高速道路から行きます。はい、今ですね、故障車出てます。あ、いや、北行き、巨大インターチェンジ付近で故障車。あら、北向け巨大インターチェンジ付近故障車がありますね。そして、一般道ですが、ですね、これはライカムからズケラン、ズケランの方で混んでます。335、ズケランで一部渋滞。そしてですね、チャタンからズケランにかけて長い渋滞が続いています。これは何かあったのかな、工事か事故か。え、もう一回言って。チャタンからズケランにかけて渋滞、長い渋滞が続いています。何かあったかもね。はい。国道じゃない、県道34号線前原交差点から大蛇の交差点にかけて長い渋滞。そして国道58号線、大蛇の付近からぐすくままで那覇向け長い渋滞。いや、北向けもですね、ぐすくまで渋滞が起きています。続けね、間に合うかな。これは微妙です ね。7時入りなんだけど。どこですか？我が町の小劇場です、那覇の。7時だったら大丈夫じゃないかな。大丈夫かな。うん。か、330か。330も混むからな。330はですね、ちなみに、うん、古島インターチェンジから大平にかけて混雑となっています。今の時間で混雑。もうね、もういやね、ほんと車社会やね、ちょっとね、大変です ね。はい。以上、交通情報をお伝えしました。今日のテーマは〇〇のすごいとこ、嫌なとこ。そうです。いろいろ書いて送ってきてください。大東さんかな、これって読むのかな。これコメント読むのって来てるけど、コメント読むよ。大東さん。結構な確率で読むよ。そうです。あ、本当だ、大東さん、うん、だから送ってね。はい、はいよ。それでは一旦 CM いきます。 CM。Thank you.
山内さんがいないと一言もしゃべらないから、違うさ、なんか人見知りしてしまった。ツイキャス人いないだろ。なんか何しゃべっていいか分かんなくなっちゃった。なるほど。眠たい。ちょっとね、ゲストさん来ないので、うん、そのまま話しようか。はい、メールも来てますので。嘘、今日は家に行くって言ってさ。H2O って何だよ。二酸化炭素。さあ、サザンブリーズ、マイシュルミスと山内がお届けしております。はいはい、いいよ。銀トロさんから来てますが、うん、H2O は、うん、夏場は冷たい方がいい、うん、暑いと嫌だ、うん、冬は逆になるけどね。 H2O なんだろう。二酸化炭素、空気、二酸化炭素の意味だよな。うん、 H2O は二酸化炭素だったんす。え、夏場は冷たい方がいい。なんかもう謎々みたい。すごいな、この謎かけ。なんか謎々みたい。あれだよ、コナンみたいな感じだよ。コナン。コナンって何。コナンって何。どういうこと。探偵ですよ、探偵。夏場は冷たい方がいい、うん、暑いと嫌だ、冬は逆になる、 H2O。 H2O、 これは多分未主従じゃないか。何それ。ミスズ、夏は冷たい方がいいんでしょ。うん、うん、暑いと嫌だ嫌だしょっちゅう言ってるさ、うん、冬はまた寒い寒いしょっちゅう言ってるんでしょ。うん、うん、でもスズは冬は比較的テンションは高いですよ。あ、そうなんですか。うん、夏よりは夏が低い。どうす、夏のやつやる。あ、夏のいいとこ悪いとこ。夏のいいとこ悪いとこ。どうぞどうぞ。いいとこあるんですかね、ミスズさん。いいとこ？はい。いいとこは、夏休みに、うん、帰ってくる。みんなが。ああ、なるほど。みんなが帰ってくるから、うん、あの、うちのお兄も、うん、あの、今千葉にいるお兄も、奥さんと一緒に帰ってきてたんですよ。うん、お盆休みですか。そうそうそう、9月になるとまた妹も大阪から帰ってくるんですよ、うん、はいはいはい。そうだから、うん、そうやって帰ってきたりとかして、友達も帰ってきたり、親友も帰ってきてたわけさ。なるほど。そうだから、そういう帰ってきて、うん、なんかみんなでご飯食べに行こうっていうのが楽しい。夏はね。夏。なるほど。嫌なとこは、暑い、虫がいる、いっぱい。虫がいる。とにかく暑いから、もう外に出たくない。外に出たくない。うん、うん、嫌なとこ。嫌なとこ。いいところも薄いし。来ちゃった、りょうちん面白いな。しかも見てるし、りょうちん。りょうちん偉いね。偉い。はい。ピーファム偉い。うん。今度呼ぼう、ピーファム。呼ぼう。うん。ピーファム、りょうちん。夏のいいところは冬をもっと好きになれるとこ。いいよね。何ですかこの詩的な感じは。ほら、曲作ってる子だから。さすがだね。冬をもっと好きになるところ。やばい、行ってみたいな。やばい、私バカだと思われてるよ。いや、これ完全にね、あの、バカですね。H2O って水なんだ。しかも水ってやったら、なるほどと。水のいいとこ悪いとこ。うん。ですよね。うん。ちょ、銀トロさんがちょっと、あれじゃないかな。H2O って、ほら、知らなかった。人のせいにしない。自分なんかのことですよ。ごめんなさい。店頭さん見てください。何、水のことだろ、やばいぜって来てますよ。ごめんなさい、分からなかった、ごめんなさい。そうですよ、 H2O ってそうなんだ。え、なんだった。え、じゃあ H2 が二酸化炭素だった。はい、それはもう分かんないね。分からないですけど、とりあえず謝っといてください。ごめんなさい、もう一回。すいませんでした。せーの、すいませんでした。はい。なんでエコーかける。なんでこんなところで無駄遣いする。エコーの無駄遣いです。そう、エコー代返してください。意味わからん。ミスズさん、あのですね、夏、水は夏場は冷たい方がいい、うん、暑いと嫌だ嫌だ、冬は逆になる。確かにね、うん、
なるほどね。意味が通じた。意味が通じた。やっと通じた。いいね。本当です。なんか爽やかな気分になった、ね。爽やかな気分になる。ただ、大体逆ですけどね。夏はこう、ぬるいさ。ぬるい。うん。冬は冷たい。冬は冷たい。まあね、そうなるよね。冬は本当に冷たくなるから嫌になるよね、水って。水が？うん。シャワー浴びるときとか、最初水さね、あれ。うん、確かに死に冷たいさ、寒いのに冷たいさ、うん、もう嫌だなってなるわけ確かにね。はい、わかります、わかります、ありがとうございます。どうする、何、次山内さんのターンじゃない、あ、僕のターン、うん、夏、夏じゃない、もう夏から離れよう。 OK、 じゃあですね、オタクのここがすごい。オタク、うん、オタクさんってこと。オタク、オタッキーですね。ここがすごい。はい、ねじゃあ山内さん、山内さん、いや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 どうぞ、いや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 、せーのどうぞ。オタク、知識量がすごい。あ、そうです、好きなことだからね。うん、じゃあここがダメ。はー、熱中しすぎて周りが見えない。あ、いいですね。これはいい面も悪い面もありますからね、さすがですね。さあ、僕がね考えたオタクのここがすごい、うん、遠征を遠征と思わない。どういうこと。要するにアイドルとかのため、自分の推しのためには、うん、もうどこまでも行くという。あ、確かにすごいよね、あの行動力。すごいですよ、うん、小材ってこっちいますか。ああ、そうですねそうですね、すごいですよ。そうですね、仕事終わってからのですからね。そうですね、はい、そして、うん、ルイが友を呼びすぎる。何、いいとこそれ、悪いとこ。すごいところ。すごいとこ。うん。輪が広がりすぎるという。なるほどね。さらに、うん、考察。考察。考察って考えるね。うんうん。が FBI 並み。ん？わかりますか？写真一つでいろいろ分かってきますから、うん、彼らは。ああ、もしじゃあ、アイドルとかが自撮り上げてたら、ここはどこだなみたいなとこ、全部こう、あのプロファイルしますから。ああ、なるほどね少々気をつけんと。あ、うん、そしてそしてですね、うん、毎日、うん、愛で飛び回ってるので、うん、あちこちね、うん、リア充より忙しいそれ悪いとこ。いいところ。あ、いいとこね。忙しいですからね。確かにね、はい、いろんな本当に毎週毎週ありますもんね。充実してますから。もう、もう言うなればリア充ですよ。リア充です。リア充です。だからオタクではないですよね、もうすでに。リア充です。はい、オタクというのは店中のことを言う。やめろやめろやめろおいディスるな、ディスるな、ミスぞ、ディスるな。そしてここがダメ、うん、常に貯金がない。あー、アイドルにねかけるからね、お金はね。そうだよね、もう自分の働いたお金は全部ほらアイドルのものだからねもう結婚するのが辛いですよね、多分ね。うん、はい、やめとし、やめっていうかね、このそうね、彼女さんとかとしてはね、はい、大変です。一回ツイキャス更新する。はいはい、その間にですね、したよしたよ、更新したよ。うん、メール来ておりますので紹介したいと思います。リスちゃん、はい、スマホ依存の前城様、はい、エロ本依存の山内様どういうこと、どういうこと、エロ本、こんにちは、こんにちは。私は究極の前城さん依存。嘘つけよ。リスちゃんです毎日前城さんのラジオだけを楽しみに来ています。嘘をつくな。沖縄市のラジオとか聞いたことないですテーマいいところ、はい、本当に何度も言ってますが、うん、前城さんが番組紹介のためにツイッターに写真を上げていますが、うん、後ろに映り込んでいる山内さんがかっこよすぎて、うん、100% 山前城さんのいいところがなくなってます大問題です前城さんいいとこなしですよ。すいませんこれはじゃあもうあるじゃん、あるじゃん、山内さんのせいじゃん。そうなんですよね、うん、しょうがないと思うんですよこの人さ、こんな言ってかバカにしてるからね。ディスってだ、ミスザーもミスザーずっと一度さ、一番最初からディスられてるなとは思ってそう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 、まあまあ、リスちゃんさんもいつ来てんの。おかしいけどね。まえちゃん、まえちゃん、はい、まえちゃんは、うん、ツイッターにすごくちゃんと返信をくださいますよね。いつも嬉しいです最近牧陽子さんもよく返信くれるのですか。面白いよね、あの人。すげえ。
前城さんの返信の方が100倍。うすうすつけもうほんとそういうのさ。ところでいつを知らない2人、あんた方マジか、それは水だって。ごめんなさい、ほんとほんとこれはもうもうほんとひどいね、ひどいひどい。 CO2 って来てる、あの銀トロさんから二酸化炭素はほらひどいね。 H が確か水素なんだよね。それが、酸素と、水素が。あのさ、こんなって知ってる風じするから間違うんですよ。知ってる風じじゃないもん。今思い出した科学の、 あの知識を言ってるだけだもん。また水素と酸素が結びついて、またクレームきますよ。マシオさんはもう嫌だもん。嫌だもん。頑張れ、はい、マシオさんって、テッドさんから。いや、松さんはよ。そんなリスちゃん、うん、冬のいいところは、うん、夏をもっと好きになることさ。不倫をしたのは、君をもっと愛するためさ。これで完璧ですか？そんなこと書かれてた？あ、書いてあるよ、ほら。どこに？一番上。どこどこ？書かれてる、書かれてるんだ。うん。まあいいや。メール来てますよ。おう。リスちゃんね、これは。うん。ダメだと思います。さあ、それでは、うん、そろそろ曲いきましょう。前城みすゞセレクション、えい、どうぞ。 HY で手紙。山内塩タクって大塚健二さんお、水入らずコンビってうまいね。どういうこと？あ、そういうこと。ダメだな、今日頭回ってないのかな。そういうこと、そんなことないと思う。バカがバレてるのかな。そうそうそう前城さんのバカなところがちょっとだけバレただけです。あのね、本当に、容量をよく生きてきたんですよ。はいはいはい。だから、うん、勉強もあれなんですよ。勉強はそんなに悪い点数取ったことないんですよ、正直。中の上ぐらいをキープしてたんですよ、ずっと。っていうのもあのほら短期集中型です。まだ言い訳します。言い訳じゃないさ、みすずのこれはこれはみすずのただの性格の問題じゃん。そうですか。そうそう、はいはい、そうなんですよ。そうです、だからそう抜けていくんですよ。1周入れてテストでいい点数取れてももう抜けていくんですよ。分かる。でも5勝実は。そうそうそう、僕はね、あのテレビ番組をやっていた頃に毎週沖縄のことについて調べてたんですよ、うん、深いところまでね。だけど今何にもなかった。だいたいさ、H2O とかさ、いいよH とかよ。うん、でも、科学は好きで覚えてたんだけどね、全然覚えてない。あの、あ、学生の頃はってことよ。学生の頃は好きで。何言ってるのことはいい。よし。結構覚えてたんだよ。元素記号とかさ。何を笑ってないやろ。違う違う違う。これは元素記号やじゃないやし。そうなの。元素、これは元素が、あれでしょ。くっついてできた物体でしょ。H2O。何が違うの。変わらないと。変わる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 。そうですか、皆さん変わるんですか。だって元素記号の中に H2O は入ってない。あ、そうなの。そうそう。じゃあ他に何があるんですか。どういうことですか。元素記号の中にってこと。え、結構いっぱい入れるよ。いっぱい。水素、うん、ヘリウムみたいな。そう、結構全部入れるよ。25個くらい全部入れる。ヘリウムみたいだって。じゃあヘリウムみたいな、ずっとズラズラって入れるよ。だから言ってみる。リチウム、ベリリウムでしょ。ほら、テントさん聞こえます。もう、ほんと。じゃあ山内さんが止めないから。そうだ、ね、何があるとか聞くから。ごめんごめん。ミスズも聞いないんで。そうだよね。違う、ミスズがよ、このバカを隠そうとしてるのが面白いな。バカじゃないし。バカじゃないんだし。お、調味料のさしせそが言え。これは言えるよ。はい、言ってください。さ、砂糖、し、塩、お、すせ、
せは醤油。そ味噌。嘘。本当。マジ？もう使いな。そが俺醤油と思ってたな。うん。せがせうゆって書いて醤油なんでしょ。やるね。本当。本当バカを一回覆したい。そうだな。ミスズはそういうキャラじゃないから。そう、バカとかじゃないもん。皆さん、ミスズはバカキャラじゃないんで、あんまりこう、突っ込んでこないでください。やめろやめろ、バカがバレるからみたいな、なんか言い方するのやめろ、ほんと。この番組でいろんなキャラが出てくるな。よかったね。よくないよ。なんでか乗せて。テントさん、今のは電波に乗せません。いや、やるだけ。あの、あれですよ、いろんなキャラがついていいんですよ。いろんなキャラはいらないって。人見知り、ネクラ、なんだと、いろいろあるさね。見て、まあ、だか、で、おバカ、いろんなキャラがついていって、もうまさに女優じゃないですか。よくわかんないですけど。いろんな顔を使い分けるという、女優というキャラもあるだろ。ソはソイソースだろ。嘘つけ。ソイソースって何？ソイソースじゃない。ソイソースって醤油でしょ。ソイソースは醤油なの。多分向こうの言い方。で、なんかさ、いつもさ、そうだろうって思ってる常識があるさ、一応。それを改めてこう、そうだよっていうのちょっと怖いな。確かに。もう間違えてるかもしれない、ね。一回間違ったから。そのままいくよ。いますよ。さあ、サザンブリーズ金曜日です。はい、金曜日です。今日はね、週末ということで、うん、皆さん週末の予定とかもね、あると思いますが、うんうん、ミシジュの予定は何ですか？もう週末はほら、本番だもん。ほう、本番だもん、舞台の。舞台の、じゃあもう告知はいっか。売れてるし、売れてるし。チケット売れてるし。じゃあやっておきましょうか。リューベン舞台プロジェクトボリューム1、はい、冬に汚れるという舞台に、今週末ですね、8月19、うん、20日、うん、私毎週の店で客演として出演いたします。ね、15時19時両日ともあるんですけど、うん、20日の15時だけがまだ若干チケットがあります。もしもう本当予定がなくて暇だなって思った方はぜひぜひぜひ。はい、見どころは何ですか？どんどん、うん、みんなが、うん、赤に汚れていく。おお、赤に汚れる。いろいろな赤に、いろいろな赤に、うん、なるほど。汚れていく。深いですか、これは。深いというか、そうですね、結構ドロドロな、うん、うん、愛憎劇、愛憎劇と言いますか、と言いますか、うん、なので、うん、あの昼ドラとかが好きな人は、はいはいはい、おすすめかも。なんか昼ドラとかさ、流行った昼ドラあったよね。ボタンとバラ。ああ、そう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 。あんな感じ。あーん、ひどい。まあ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 、まあ、あれすごいよね。あれすごいよね。うん、あんなのミシジュとかやったら面白そうだけどな。やりたいです ね、昼ドラとかね。このなんていうの、一見清純風のあなたがやると面白そうですけどね。風で言うの、風って。はい、ごめんなさい。村津さん、ごめんなさい。ね、メール来てますよ。はいよ。あ、違うな、まとめないとね。ぜひ皆さん、くれないに汚れる、うん、見に行ってください。はい、なんだっけ、小さな小屋じゃなくて。全然。もう、わが町の衝撃場です。全然、絶対思い切れない。で、このコメント読んで。はい、どれですか？一番上のやつ。一番上の。黒いほくろ毛が出る。くれないに毛が出るってことでしょ。うまいのか。どうなんでしょうね。黒いほくろ毛が出る、
皆さんぜひ見に行ってください。はい、はい、違うから、違うからやめて。はい、はい、さあ、メール来ております。はいよ。ミシュジュの天敵ですね。はい、さあミシュジュ、はい、山田さん、はい、やモーミーやミシュジュ。自分の嫌いなところ、うん、酔っ払ったら、うん、ミシジュが目の前にいても、うん、ところ構わず丸バイになってカモーンって叫ぶところ。かっこ自分は覚えていない。酒癖の悪さよ。いいところ、うん、真冬とは吹雪いていて寒い時、うん、ミシジュ隣にいたら寒いかって自分の着てる服着せてあげて、うん、パンツも頭にかぶせてあげるところ。はい、結局丸バイになるやつだよ。金曜日のサザンブリージュと火曜日のモーニングエイトが似てるところ、リスナーの皆さん、ワンが、うん、アビーシーユー地長期よ、ワンの下ネタツイッターするところ意味が分からん、まあ、いっか。下ネタするとスルーするところが似ているということですね、うん、はい、うん、どうですか、うん、はい、もう入ってこないわけよ。はい、スルー。入って、あの、なんだろう、文章に癖がありすぎて、内容が入ってこないわけよ。結局ですね、いいところも嫌なところも丸バイになるというところですね。悪いところだろ。ただ、冬のいいと、冬の丸バイは、未就寿のことを思っての丸バイですから。男らしいと思いますよ、僕は。いいよ、一枚で。上に着てる一枚で。で、一枚で足りんかもよ。までいらないよ。はぁ。丸々のいいとこ、はい、悪いとこ、はい、いいとこ、良くないとこ、はい、なんだっけ、はい、すごいところ、悪いとこ、はい、なんだっけ、うん、何でもいいや、覚えてください。プラスマイナスです。そうです、やってますけれど、いきますか、うん、じゃあ僕が、はい、ね、バンギャのバンギャ、ここが悪い、あのね、ここが悪い。覚えたての言葉を使わないよ。いいですか。はい、じゃあこれ調べたら出てきよった、はい、外見に異常な美意識、うん、これいいところね、うんうん、異常って言ってるけど。いいとこだ。好きになったらとことん一途、うんうん、どうですか、当てはまってますか、うんうんうん、番一途、あなた自分自身も番犬だし仲間もいると思いますので、ちょっと当てはめてるかどうか言ってくださいよ。番犬ではないけどな。ライブのたびにいろんな場所に現れすぐ駆けつける、うん、そのお金どこから出てくるのってくらいお金持ってるよ、うんうんうん、さらにどこかセンスとユーモアがある。あ、ギャル系ロリ系清楚系取り揃えてる。なあ、バンギャの中にはね、うん、なるほどね、はい、うん、当たってますか、うん、いると思う、はい、確かに、バンギャのここがダメ、うん、好きなバンドをけなすとシャレにならないくらい反論してくる。確かに怒るね、怒るよね、怒るね、めっちゃ怒るね、結構マジな顔をして怒るよ ね、 怒るよね、うん、怖いよねあれね。はい、バンギャのここがいい、ここが悪いです、うん、どうですか、当たってました。まあなんかユーモアとセンスがあるがちょっと面白かった。確かになって思う。でもギャル系ロリ系清楚系取り揃えてるっていうのも当たってるんで。当たってる。そのバンドによって、あ、うん、バンドの中でもいるわけよ。いるんだね。いるいるいる。うん、そのバンドの中でもいると思う。そうだよね。まあ、バンドの傾向にも、まあ、多少はよるけどね。だってさ、まあまあ若い時にあれ行くじゃないですか、うん、バンド、このインディーズのライブとか、うん、そしたらやっぱね、もうほんといろんな人種がいますから、いるね、女の子で追っかけっぽい子、うん、いるあと一つ言っておきましょうね、うん、いいですか、うん、ゴキブリ、あ、そんなそんな話題、まあ、いや、あのですね、いいところあるの、嫌われるばっかりなゴキブリさんですが、そうですね、実はいいところがいっぱいあります。ゴキブリのここがすごい、実は衛生的なんですよ、うん、らしいです、うん、喧嘩をせずみんな仲良し。Gの中でね。さあ、餌としても有能だそうです。栄養価が高いということ。で、脳には強力な殺菌作用があるということですね。うん、そしてゴキブリのここがダメ、うん、見た目ほんとそれ、ほんとそれ分かってた、見た目、いや、もうほんと嫌い、もう
あなたはほらさっき虫がもう嫌、虫は嫌だし一番嫌い、ゴキブリが中でも、うん、あいつらだってさ、うん、あるらしいっすよ、危険を察知した瞬間、うん、IQ が200ぐらいにボーンって上がって自分が飛ぶことを認識するんですって。最強だ、最強なんですよ、だから最強じゃん、最強なんですよ。で、すごいな、声が高い声で、うん、女の人とか子供とかを、なんだろう、うん、とか弱い人種を察知して、うん、そこに行くんですって。すごいな、うん、もう最強だと思った。あのさ、あったさ、うん、例えば風呂場パッて電気つけたら、うん、あ、バレた感があるさ、ある、わかる、わかる、あれ嫌と思う、ね、バレた感出さんで逃げてくれと思うやるとかはすぐ逃げるさ、さ、うん、ささーって、うん、ゴキブリは一回、あ、バレたもうさ、やめてほしいですね。ね、そんななんか人間感出してくるのかね。本当だ。あったさ、あんな見た目のくせにさ、本当人間感があるんだよ。だから俺 IQ200 っていうのがやっぱすごいんですよ。なんかもうその瞬間に IQ が跳ね上がるらしいです。飛べるんだってなるらしいです。まあ一応このなんていうの、本当にさ、あれが見た目がすごければ。うん、みんなからすごい好かれてると思う。と思う。あ、なんか、ほんと犬みたいな、猫みたいな見た目だったら、そうそうそう、ほんとに良かったんじゃないかなって思ってる。はい。まだまだ皆さん、コメントメール募集しております。今日のテーマは、〇〇がダメ、〇〇がいい。んいいところ。〇〇のいいところ、ダメなところ。はい。はい、メールアドレスは、797@fmgino.com、797@fmgino.cm となっております。それでは、スパイエアで、サムライハート。あ、面白いね。ゴキブリって盛り上がるね。ゴキブリはさ、実は盛り上がりネタだよな。確かに絶対みんなさ、盛り上がるんだよ。だし、ごめんだけど G に対しては悪い、奴らに対しては悪いけど、なんだろう、嫌われてる、嫌いになってるっていうか、嫌っても、なんだろう、あれさ、嫌がられないさ、なんだ、意味わかる、うん、わかる。ゴキブリが嫌いって言っても、うん、何のなんだろう影響っていうか、あ、分かる分かる分かる犬嫌いっつったらえってなる、ってなるし、うん、なんかあの人嫌いってなってもえってなるじゃん、うん、ゴキブリ嫌いってなってもさ、うん、ならないし、ただみんなで悪口を言い言ってなんか盛り上がるみたいな。いやでもこの IQ が跳ね上がるっていうのはすごいあれだぜ、能力だよ。もうね、すごいかっこいい、ある意味。なんかだからなんか一匹がすっごいなんかもう残酷なやられ方をしたら、もうそこの家には行かないとか聞いたことある。分かるわけ？分かんない。でももうって聞いたことはある。じゃあ残酷なやり方をしようやつ。分かんない。分かんないけどね。トイレに流すとか嫌だ。なんで？あのちゃんと殺してトイレに流すのがいいけど、うん、でそのまま流したら這い上がってきそうじゃん。あいつらの生命力本当に半端ないよ。大丈夫や。いやだ、本当に思ってない。なんでシューって殺してから、うん、あんた泳げるから生きたままはダメよ、うん、殺してからだったら大丈夫。本当嫌いなんですよ。本当やめてほしい。でもなんかドラえもんかなんかでやってたけど、なんだろう、その人や物をじゃあこの世から消し去ったとしても、また誰かが何かがその代わりになる。そうそう、嫌なやつがまた出てくるんです。もっとすごいやつかもよ。いやね、秩序が乱れるから。だいたい昆虫最強説がありますからね。虫が最強ってこと？虫が人間ぐらいの大きさになればもう最強なんですよ。全くかなわない。皮がめっちゃでかいんですね。あ、人差しでこれ死ぬもんね。しかも死に早いさ。でも大きくなったら早くはないんじゃないかな。早いはずよ。早いかな。動きも死に早さった。大きくなったらそりゃ速度は遅くなるかな。なるよ。そうね、そうね。
いや先輩だけどさ、先輩面してほしくないっていうか、なんていうの、ヤッケーシージャーだよね。確かに。だったら。やっとそうだね。見た目だよね。見た目だよ、ほんと。だったらさ、そこまで。よし。OK。そこまで、あ、違う。CM 行くんだよ。え？そこまで頭いいんだったら、お家を分かれって言いたい。こっちは人間が作って土地持ってるお家だよ、うん、入っちゃダメじゃん。そういうこと、感情はないんじゃない。頭はいいけど感情はないんじゃない。そういう秩序みたいな、なんか道徳的な感情はないんじゃない。道徳的なのはないのか、多分。残念。それがあれば分かり合えるのにな。それがあればきっと多分彼らは人間じゃないですか。きっと能力欲しいな、そういう一気に跳ね上がるみたいな。でも多分カジマのバカ力的なところがあるじゃないですか、人間にも。言うけどさ、本当にあるかどうか分からないさ。確かに、ね、死ぬ時とか本当に命の危険を感じた時でしょ、うん、カジマのバカ力を出してもどうしようもない時は死ぬわけさ、うん、そしたら自分カジバのバカ力あったなって思いながら死ぬわけです。分からんし。意味が分からん。確かにね。どうする？最後の曲かけながら。そうですね。かけながら行きましょう。早いなスタジオからは。うん、あ、まああっちからも早いか。全然。あなた猫の最後さ、猫か犬かの言ってくれよ。まるまる。うん。いいじゃん。いや、いいじゃんってなんすか。若者か。若者？反抗期か。もうすぐピッてやってね、これ終わったら。うん、俺がパッてやるから。うん、ピッてやってパッてやる。サザンブリーズ、もうそろそろお別れのお時間でございます、はい、このエンディングナンバーは何ですか。ユゾンスクエアガーデンね、君が大人になってしまう前に。お、なんかいい感じですね、うん、さあ、今日も1時間お送りしてきましたが、うん、あれなんか10分ぐらいゴキブリの話してなんかもう10分話して僕は終わったみたいな雰囲気ですけどね。うん、いつもミスると楽しいんでしょ、喋るのが。ね、反抗期め。さあ、最後にミスズさんの、はい、ネタをペットみたいな、猫とか犬とかの話した、うん、はいはいはい。じゃあ犬で、犬のいいところ、うん、あなた犬飼ってますか、ね、飼ってる、はい、とにかく可愛い、とにかく可愛い、とにかく可愛いし、うん、愛くるしい、愛くるしい、うん、で、うん、なんだろう、無償の愛、あー確かにね、何にも見返りを求めない愛、でもそれがゆえにだよ、うん、でダメなところね、うん、それがゆえに、なんだろう、こんなにスズが好きなのに、うん、こうやってミスのところに来るかと思いきや、うん、絶対お母さんが呼んだらお母さんのところに行く。ああそうなんだ。もうね、優劣つけてんだ。つけてるつけてる、へえ、つけてる。だし、おいでって言っても、うん、お客さんのところに行くところがことがある。そうなんだ。そこに興味があるから。へえ、そうそう、ミスはいつでも抱っこしてもらえるけど、うん、お客さん、なんだろうね、犬も面白いね。そう考えたら人間だと思ってるさ、うちの子は。ああ自分のこと、ね、だって寝るときさ、犬らしく寝ないよ、こうやって腕枕して寝るよ。かわいいけど。いいっすね。なるほど、いいところ。もっとかわいいとこ行っていい。ああ、どうぞどうぞ。いやでも、お母ちゃんが出かけるじゃないですか、うん、お母ちゃんが一番なんですよ多分、うん、うちの子の中で、うん、で、脱いだパジャマとか、お母さんが脱いだパジャマとかを、うん、椅子にかけて出ると、うん、その椅子からパジャマを引っ張り出して、うん、そこで寝るんですよ。あ、かわいいね。それをミスズ の洋服でやられた時のたまらなさといったら、なんでかえ、たまらないじゃないですか、まあ、かわいいじゃないですか。あ、かわいいってこと、たまらなくかわいい、それがかわいいね。かわいい、確かに無償の愛ですな。なあ、ほんと、うん、犬はいい。
こんなにゴキブリのことけなしてる犬はいいよって犬は褒めまくって僕も犬飼ってましたからね可愛いですよね可愛いよね、うん、犬に悪いところはないうん確かにねさあ、銀トロさんベルちゃんはお芝居のことで頭がいっぱいということで、ね、明日明後日頑張ってくださいね頑張る、はい、さあサザンブリーズ金曜日お届けしてまいりましたはいお相手はマッシュミスズと山内でしたそれでは皆さんまた来週バイバイさよならいいとこ疲れさーん来てるかな